電気代が気になるな。こうなってくると冷蔵庫みたいな音してますからね。まあでも確かにすごいおしゃれ。はい、今日は初めてウォーターサーバーを設置することになったので、初めてでも設置が簡単にできるのかどうかっていうのをちょっと記録していきます。まず送られてきた荷物ですが、こんな風に小さい段ボール1個と大きい本体の段ボール合わせて2つ送られてきました。商品名、多分これが商品名なんですけど、フレッシャスかな。高さ的にはこんなもんです。私の身長が160センチぐらいで、これの高さはどのぐらいかな。思ったよりは意外とコンパクトかなって感じがしますね。それでは開封していきますが、果たして何分かかるのか、ちょっと測っていこうと思います。今夜中の11時55分。まず何分で設置できるかですよね。全く使ったことがない私が果たしてどれくらいで。顔が全然映ってない。バンドを切って上に持ち上げてください。上に持ち上げてるけど天井に当たるもんだって。困ったな。もしかして返すってことか。大変かな。よいしょよいしょ。なるほど、全部上にビニール袋の上に引っ張ったら取れるようにかぶせてあります。で、これが裏面に切り替えて、向きを変えて、で、裏にコンセントが貼り付けてある。コンセントがあんまり長くないですね。これぐらいコンセントは私の身長よりはあるけど、コンセントは私の身長より上80センチぐらいかな。コンセント設置場所難しいですね。このコンセントがないよ。どうしよう。しまった、これ延長がいるわ。とりあえずコンセントを置いといて、確かにこれすごいあれですね。私が思ってたイメージよりはだいぶ小ぶりでスタイリッシュですね。全然なんか鬱陶しくないですね、見た目が。もっとウォーターサーバーって鬱陶しい感じかなと思ってたけど、
して、上の蓋を開けると説明書が出てきます。初めての設置方法と取り扱い説明書。初めての設置方法がここでやっと出てくるっていう。シールを剥がします。電源を入れますって電源が届かないんだよな。袋でしょ。これが何袋入ってる？3袋？何袋かな？入ってる。あれにならないじゃん。これも私全部今初めて本当に見てるんで。200cc 入るコップをセットします。電源が必要なので、ちょっと電源がコードが届く距離に移動させますね。はい、移動させました。で、ロック解除、ニードルボタン3秒長押し、3秒長押し、1、2、3、これで初期給水の後になんか水が流れる音がしましたけど、コップにはまだ出てないですね。初期給水の後に、ここに、クールボタンを押すと出水します。ん？出ない。音はしてる。ちょっとずつ出てきたけど、なんか変な出方やな。詰まったみたいな出方。あ、なんか変な出方。なんで？全然出てこないな。テスト排水だから出ないのか。通常の場合は通常の取扱い説明書を見ないとダメなのかも。こっちの方を見ないとダメなのかも。これが通常の取扱い説明書ですね。背面のスイッチを入れる。背面のスイッチをまず入れる。やっぱさっきのテスト排水ですね。この説明書に書いてあるようなボタンないけどな。ちょっと品番が違うのかな。あ、これシールで隠してあるのか。このシールをちょっと分かりませんでしたね。このシールで大事なボタンが隠してありました。それからオン、おー、ウィーンって言い出した。冷蔵庫みたいな音がして、
適、まあ適温にだからまだなってないですけど、一応出水の確認だけ、ちゃんと出るかどうかの確認だけしましょうか。それでホールド、おー今度は普通に出ますね。ちゃんと押してる間だけ出ますね。今12時15分、12時、ここまでで12時15分かか、15分なので、確かあの開封を始めたのが11時55分だったんで、20分で設置完了しました。ただまだあの適温になってないです、水が。そんな感じで、髪の毛ぐちゃぐちゃになった。ちょっと一汗かきましたね。まあ、とりあえずあの女性が一人でも全然設置できます。そんなにややこしい手順もなかったです。ウォーターサーバーがどういうものかっていうのを知っていれば問題なく設置できますね。